昭和59年7月23日、約1年ぶりにリングにカムバックする四次元殺法の男、ザ・タイガー。 UWF 無限大記念大会はタイガーにとって忘れられない一日になるであろう。刻一刻と後楽園ホールに近づくにつれ、自然と緊張が高まってくるのであろうか。そんな緊張をほぐそうと山崎選手に話しかけるザ・タイガー。しかし後楽園ホールに到着するや、ファンに囲まれた顔には少し緊張が取れたように見える。新しいマスク、そしてコスチュームに身を包み、ファンの前に現れたザ・タイガー。タイガーにとってもファンにとっても感動的な一日の始まりなのである。第一戦メインイベントを前にして1年間のブランクについて語るザ・タイガー。そうですね、ブランク1年間ということで、プロレスでのブランクっていうのは非常にちょっと怖いんですよね。ただ自分は1年間この格闘技として、まあ、プロレスに相違してるんですけども、そういったようなトレーニングを積んできたつもりですから、その意味で自信はあるんですよね。その今日はプロレスのルールということで、やはりそうですね、その1年間のブランクとこの自分の1年間やってきたトレーニングとどういうふうな違いがあって、どういうふうな試合になるか、また相手に通用するか、そのところが非常に心配ですし、まあどんなタイトルマッチでも、まあ、このくらいの緊張っていうのはあるんですけど、今非常に緊張してますね。自分で言うのもなんだけど、もう夜も眠れなかったし、デビュー戦の心境っていうんですかね、やっぱ1年のブランクっていうのが、その格闘技に限らずプロレスに限らず、そのデビュー戦の心境、あるいはタイトルマッチの心境、そういった心境にしてくれてますね。1年ぶりの復活で前日眠れなかったザ・タイガー、そしてデビュー戦の時と同じ心境ともいう。
さて3000の観衆に詰まりました熱気の後楽園ホール、すでに会場は超満員。タイガーコールの鳴り響く中、ザ・タイガーの入場です。やってまいりましたザ・タイガー、1年ぶりのその勇姿。今コーナーの最上段に上がりましたお得意のポーズ、タイガー1年ぶりの復活であります。ファンが待ち望んだその勇姿、ザ・タイガー復活であります。さて青コーナーからは藤原前田明チームの入場です。やってまいりました指定コンビ藤原と前田、対するはザ・タイガーと高田。ヘビー級もジュニアヘビー級も全くなく、ただ無限大の可能性を求めて限りなく格闘技に近いプロレスを全員が実践しようと宣言しております UWF のプロレス。前田はストロングスタイルの原点を見せると豪語しておりますし、ザ・タイガーは新格闘技、新しいプロレスを見せると豪語しております。さてどういった試合になりますか。それぞれの思惑を秘めて4人が今 UWF のプロレスを展開しようというわけであります。すでに超満員の会場は興奮のるつぼ。スペシャルタッグマッチ無制限一分勝負を行います。勝ち切れんばかりの拍手。今 UWF の若武者高田がコールされました。そしてザ・タイガーのコール、勝ち切れんばかりの拍手、1年ぶりの勇姿であります。そして新日頃からやってまいりましたテロリスト藤原のコール、このふてぶてしい顔。 UWF の若きヒーロープリンス前田明がコールされました。 UWF を俺が背負って立つと言いました前田。本当の超怪奇のプロレス、ストロングスタイルの原点を見せると新日プロをそれぞれ離脱しました4人、どういったプロレスを見せるのでありましょうか。今がっちり固い握手を交わしております4人。さてザ・タイガー組はどっちが出るか、高田がタイガーを制して高田の先制なようです。さあ藤原の方は、藤原の方はどちらが出るのだ。おっと藤原であります。藤原高田指定の対決であります。場内は高田コール、藤原さんの後なら俺はついていくと藤原の後を追って新日プロを出ました高田。この指定がどういった展開を見せるでありましょうか。腕の取り合い、腕の取り合い、まずはプロレスの基本腕の取り合い、がっちり組みまして後ろを取った藤原、コーナーに逃れました高田、コーナーに逃れました高田。さてすでに藤原はテロリストの表情、手を取りますか、右腕を取った藤原、足を取った藤原、足を取った、足を取って倒した、グラウンドに持ち込むか藤原、高田ロープに逃れます。さて藤原左腕を取ってスリーパー、高田にスリーパーです。グラウンドに持ち込んでまずは高田にスリーパー、藤原ヘッドロックで絞り上げます。ドロック今度は高田が足を取って、おっと腕しぎ、藤原高田に腕しぎ逆十字、高田逃れます、完全には入っておりません。腕しぎがダメと見た藤原は今度はどういった戦いを見せるか、投げた、投げてグラウンドに持ち込みます藤原。まずは一進一退の攻防、どちらも負けられません。指定対決、コーナーを見守るザ・タイガー。さて今度は高田がグラウンドに持ち込むか、リングを降りれば指定ではありますが、一旦リングに上がれば敵同士。今度は高田が藤原に腕ひしぎ、腕ひしぎ、しかし藤原こらえます、完全には入っておりません。なおも高田腕ひしぎに行くか、藤原逃れます、藤原逃れました、逃れました。さて
睨み合う2人。すでに藤原の今度は高田が足を取った。タイガーにタッチしました。タイガー1年ぶりのリングの復活であります。タイガー対藤原、10代のリングでは見られなかったカード、藤原対タイガー、タイガーコールです。会場はタイガーとローリングショット空振り、じりじりと藤原をコーナーに追い詰めます。タイガー、タイガーコール鳴り響く中、どういった戦いを見せるか。タイガー、藤原の腕を取って、1年前から見ますとちょっと贅肉がついているようでありますが、そのジャンプ力、瞬発力はどんなものでありましょうか。衰えていないか。ジャッタイガー、藤原タイガーを投げました。おっ、回転回し蹴り、藤原の顔面に炸裂。ジャンプ力は衰えていないようでありますが、ニードロップ、ジャンピングニードロップ、藤原の顔面に炸裂。藤原立ち上がれるか。今度は何を見せるか。丸一年まるでリングに上がっていなかったザ・タイガー、試合感はどうでありましょうか。今のところはその一年のブランクを感じさせない戦いぶりであります。おっと、平手、強烈な猪木バイの平手。ザ・タイガー、ムッときたか。表情は見えないがムッときてるようです。ムッときた。さあ、タイガーに火がついたが、藤原にはもう火がついている。テロリスト対トラ、あっと、ここで前田にタッチ。前田対ザ・タイガー、これも興味の尽きない対戦であります。従来ではジュニアヘビー級とヘビー級で、見られなかった戦いでありますが、ローリングソバットは空振り、牽制しましたザ・タイガー。前田冷静、前田冷静です。相手の隙を伺います。お互い付け、おっと、円錐、円錐に炸裂。前田帽子をする。さあ、タイガーのキックが前田の円錐に命中。さあ、おっと、ローリングソバット腹に決まった。バッタに倒れる前田、前田倒れました。次に何を見せるか。エルボー、円錐にエルボー、円錐を振りました。タイガー、エルボー、ローリングソバット、引っ張った、キック、コーナーに打ちました。タイガー、次にスープレックスか、スープレックスか、耐える前田、耐える前田。ここで高田へタッチ、高田へタッチしました。高田対前田、高田にスイッチ、チョップチョップチョップ、前田キック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 、3発4発。高田、あっと、高田投げました。さて、ボストンクラブか、ボストンクラブの対戦に入るが、前田がかわす。前田対高田、これも興味の尽きない対戦であります。かつて新日本で同じ釜の飯を食って育ったこの2人、腕の取り合い、レスリングのまずは基本。そして高田が、前田が足を取ってグラウンドに持ち込むか。前田左足を絞り上げます。前田、高田こらえる、高田こらえる。新日プロ時代では前田の方が少し先輩ではありましたが、お互い同年代、ライバル同士と言って差し支えないでありましょう。 UWF ではいわばライバル同士、若き戦い、若武者対プリンス。高田ロープに逃れますが、ロープに逃れるか、ロープに逃れるか。高田、前田締め上げる。ここでロープ、場内からは高田という黄色い声。さて、高田がグラウンドに持ち込んで、さて、前田が跳ね返します。また前田が取った、足を取った、前田が足を取った、自分のコーナーに吸い込んで、ここで藤原にタッチ。前田、藤原にスイッチ。2人
再び師弟対決であります。さて先ほどは一進一退の攻防だった藤原対高田。藤原投げた、指定のブリッジの応酬であります。会場からは割れんばかりの拍手。指定のブリッジの応酬に会場が興奮と。藤原スリーパーですが、その藤原が左手のお返し、お返し、すごい威力。これは左手ではどうも藤原の方が勝ってるようでありますが、何が出るか、何が出るか、ヘッドバット出るか、ヘッドバット出るか、テロリストの殿下の宝刀出るか、出るか、出たー、ヘッドバット、殿下の宝刀、テロリスト一本足ずつ、フラミンゴヘッドバットついに炸裂しました。もう一発引くか、もう一発引くか、ヘッドバット、もう一発出たー、高田フラフラ、ここでタイガーリタッチ、タイガーリタッチ、高田ヘッドバットに逃れました。さて再びザ・タイガーと藤原、タイガー藤原を抑え、スープレックスの体勢に行こうというところでありますが、藤原が抱えて、さて倒します。おっとタイガーがかわしました。その瞬発力は衰えておりません。おっとどうしたか、藤原が腕の筋を痛めたか、腕の筋を痛めたか、腕の筋を痛めたようですね。ザ・タイガー容赦なくその腕に向かって攻撃を仕掛けます。いけませんね、これは藤原腕の筋を痛めたようであります。タイガー容赦なく攻める。さてパイルドライバーの体勢か、パイルドライバーか、パイルドライバー脳天を打ち終わった藤原。さて空中散歩か、コーナーに行った、最上段に登って何か、フライングヘッドバット、決まった、フライングヘッドバット、ザ・タイガー1年ぶりの空中殺法ヘッドバット、カウント、カウント1で跳ね返しました藤原。さすがテロリストの根性とでも言いましょうか。高田にスイッチ、高田キックで攻めます、高田キックで攻めます。藤原もう意識もうのか、ローリングスバット、タイガーボーイのローリングスバット、藤原意識もうのか。さて今度はロープに飛ばしてドロップキック、顔面に炸裂、藤原ピンチ、藤原ピンチ、ギロチンドロップ、藤原ピンチ、わっ、おっと、ロープに足です、ロープに逃れました藤原、ロープに足、おー平手、さっきのお返しとばかりに藤原に強烈な平手、平手平手平手、3発4発、さてテロリストに火がつくか。藤原どういった攻めを見せますか。もう一発平手、平手、今度は藤原がお返し、藤原がお返し、もう藤原のように平手では分があるようです。藤原平手平手、パンチ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 、さーて投げた、ここで前田にタッチ、藤原前田にタッチで、前田が高田をどう料理するか、キックキック、円錐にキック、前田高田に円錐にキックです。さてフェイスバスター、フェイスバスターでカウントを1、おっと危ない危ない危ない、高田 2.9 で跳ね返します。 2.9 危ないですね今のは。高田ピンチ、高田ピンチか、今度はおっと、これはバイルドライバーですが、バイルドライバーでカウント2、後頭部を打ちました高田、バイルドライバーが出ました、カウント2で跳ね返しました高田。さてロープに飛ばしてドロップキック、これは外れましたが、おっローリングスワット、高田ローリングスワットで応酬します、自分のコーナーに持ち込んで、ここでザ・タイガーにタッチ、タイガー対前田キック、ローリングスワット、前田炸裂キック、そしてスープレックスか、スープレックス、スープレックス、スープレックスでサマーソードドロップ、
の2で跳ね返します。おお、腕しぎ、腕しぎ、次に腕しぎに入りましたが、前田はこらえ、これは完全には決まっておりません。必死に耐える前田、前田耐えております。前田返しました。カウント入るか、カウント入るか、ワン、おっとワンで返します。さあタイガー、おっとエルボー、再び会場からタイガーコール、キック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 、タイガー劣勢、タイガー劣勢、タイガー劣勢、会場からはタイガーコール。これはパイルドライバーのパシェ、パイルドライバー、またカウント入るか、ツーで跳ね返します。さあタイガー劣勢でありますが、タイガー、ここで前田は藤原にスイッチ。さあテロリスト対トラ、テロリスト対トラ、ヘッドバット、トラにヘッドバットを見合わせます。ヘッドバット、もう一発、タイガーバッタに倒れます。さあ殿下の音、ヘッドバット、数々のレスラーをリングに沈めました。藤原テロリストのフラミンゴヘッドバット、もう一発いくか、ヘッドバット、キックキックキック、おお、これは新しい技だ、新しい技、新電光回転よりドローイングフラッシュキックが炸裂しました。タイガーの新しい技、さてこれどういうか、スープレックス。さてここで高田にタッチ、藤原フラフラか。さあ高田がどういった、おお、バックドロップ、バックドロップです。高田のバックドロップ、カウント入るか、ワンワンで跳ね返します。藤原先ほどよりワンで跳ね返しております。さて高田がどういう攻めを見せますか。スリーパーです。おっとヘッドロックで締め上げる、ヘッドロックがスリーパーに入る、おっと会場藤原コールがかき消されて高田コール、凄まじい高田コールです。UWF の明日を担う若武者に向けて場内が高田コールです。さて高田、その声援にどう応えるか。スリーパーで攻めたら、スリーパー外した、スリーパー外してキックです、キック投げた、もう一度スリーパーで攻めます。ここで15分経過、どちらも一進一退、一瞬静まり返りました場内。どちらも負けられないとばかりに有効打発せられません。さて高田どういった攻めを見せますか。リングを降りれば死である藤原でありますが、さあ高田がポスト最上段に上がった、何を見せるか。藤原立ち上がった、ミサイルキック、高田のミサイルキックが炸裂しました。カウント入るか、ワンワンで跳ね返します。藤原ワンで跳ね返しました。まだ余力が十分残ってる、おっとドラゴンスクリュー、ドラゴンスクリューを見せた、カウント再びワンで跳ね返します藤原。おっと平手、高田ちょっと攻め上げんでいるか、おっと力比べ、力比べ、力比べ、これはどちらに分があるか、力比べ、おーっとこれジャーマンスープレックス、どうぞ藤原ジャーマンスープレックス、カウント3、藤原ジャーマンスープレックスホールド、高田を破りました。おっとどちらもバッタに倒れているが、16分24秒、藤原がジャーマンスープレックスホールドで高田を破りました。ザ・タイガー初戦を飾れなかったわけでありますが、そのジャンプ力、瞬発力は衰えておりません。